お前さ、さては冒険初心者だな。何も知らねえまま旅をするなんて危険すぎる。この俺がいいことを教えてやるぜ。あそこに焚き火の跡が見えるだろう。焚き火の跡がある場所ではキャンプをしてゆっくり休んでいくことができるんだぜ。キャンプをしたい時は焚き火の跡を調べな。キャンプをしている間は夜になるから、 憩いのひとときをのんびり楽しむといいぜ。何？こんな開けた場所で休んでいて魔物に襲われないのかって？ははは、安心しな。あそこに女神像があるだろう。あの女神像には神聖な力が宿っていて魔物を寄せつけねえんだ。それだけじゃねえ。あの女神像は町の教会と同じようにお祈りを聞いてくれたり、 毒の治療をしてくれたりするんだぜ。まあ習うより慣れろってやつだ。俺の話が終わったら早速焚き火の跡や女神像を調べてみるんだな。こんなキャンプ地は世界各地にあるからよ。新しい土地に行ったらまずはキャンプ地を見つけることをおすすめするぜ。最後にこの言葉を覚えておきな。旅にキャンプは欠かせねえ。 キャンプを制するものは旅を制す。でな。お前さんに伝えたいことは以上だ。キャンプでわからないことがあったら俺に聞きな。ここでいつでも待ってるからよ。
Phew!